つばちハニーのるみです。今日は簡単なわらび餅を作っていきたいと思います。で、材料ですけれども、今回は、さつまいものでんぷん粉を使います。そしてあとお水と、あと豆乳も使っていきます。そして、きな粉ですね。で、最後に蜂蜜でトッピングをします。あと氷を張った冷たいお水も用意しておきます。まずお水を今1カップ入れて、そこにもう1カップの豆乳を入れます。そして火をつけて、このでんぷん粉を入れます。で、今お砂糖を加えました。で、甘さを控えめにしています。1/2カップのお砂糖を加えたんですけれども、食べるときに蜂蜜をかけて食べるので、お砂糖は1/2カップに控えめにしています。これをかき回していくと、今度はだんだん塊になってくるみたいなので、塊になるまでかき混ぜます。で、火は強火でかき混ぜます。今だんだんダマができてきました。火を止めてかき混ぜていきます。ガラスの入れ物にこれを入れて、この中で固めるようにします。この中でくず餅が固まるような形にしたいと思います。もう固まってきているので、豆乳を入れたのでちょっと色は白いです。なんか海苔みたいな感じになります。もうちょっと大きな容器でも良かったかもしれません。こんな感じです。これが、氷水なんですけれども、冷たい水の中に入れて固めます。で、固まるのを待っている間にきな粉の方を容器に入れておきます。この中に後でくず餅を絡めます。はい、今15分ぐらい冷やし固めたので、これを水、氷水からあげたいと思います。切れ目を少し入れたんですけれども、これをもう一回切った方がいいかもしれないですね。これをきな粉の中に入れていきます。で、今回は黒蜜があったので黒蜜を少しかけます。で、これがうちの蜂蜜になります。この蜂蜜を上からかけたいと思います。
蜂蜜をかけたわらび餅の完成です。ご視聴ありがとうございました。これからも蜂蜜を使った簡単料理や養蜂について、そして今後はアメリカでビジネスを始める様子も紹介します。ご興味のある方はチャンネル登録、LIKEボタンの方よろしくお願いします。